はい、どうもズビーベースマッケンです。今日はね、暑さ対策ですね。先日ね、友達と37度の中、距離にしたらだいたい2、30キロ走ったんですけど、気持ち悪い気持ち悪い言いながら走ってて、2、30キロだったんでね、帰っちゃうしかないなぁなんつって、まあ、35度以上で走るってことは、まあ、あまりないじゃないけど、たまにそんな状況も起きるわけじゃないですか。さすがにね、37度はね、もうちょっとバイク乗りたくねえなと思って、バイクの温度こんなに辛いんだと思って、もう2人して当分乗りたくないねなんて言ってたんですけど、まあ、やっぱね、天気が良くなってくるとね、どうしてもバイクに乗りたくなっちゃってですね、まあ、そこで何かいい方法はないかと思って、今日ちょっと用意したものがあって、まず1つ目は NASA が開発した特殊ジェル、まあ、そのジェルがね、28度以下で凍るっていう素材なんですよ。プライベートで何回か使ったんですけど、凍るというより固まるって感じかな。それ自体はそんなに冷たくはないんですけど、涼しいって感じかな。冷たいっていうあれはないですね。普通の生活してる中で首につけてもやっぱ首元が涼しく感じるんで、これはね、ちょっとバイク乗って首につけたら、まあ、風も浴びるんです、かなり涼しくなるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、今はまだつけてないんですけど、あと保冷剤ですね。このプロテクタージャケット着てるんですけど、プロテクター入ってた部分に保冷剤をぶっ込んで、さらに体を冷やそうという、まあ、効果はあるんじゃないかなと思ってるんですけど、ロゴスっていうアウトドアブランドですね、そこから出てるやつで、マイナス20度以下で36時間から凍結し始めるみたいな。一般家庭だとちょっと凍りづらいみたいですね。マイナス20度までいく冷凍庫なんて一般家庭にあんのかな。もう今の冷凍庫あんすかね。僕は業務用の冷凍庫持ってるんで、その中入れといたら2日ぐらいで凍ってたかな。一般家庭で凍りづらいってなっちゃうとあんま参考になんないかもしれないですけど、まあ、目安としてはね、でも一番の暑さ対策、バイクを乗らないことっすよね。と言ってもね、みんなあっちあっち言いながら結局乗るじゃないですか、バイク。もう天気がいいと、まあ、これはね、まあ、僕もそうなんでどうしようもないんで、そんな暑くてもなんとか乗れるように。今気温がね、今日ちょっと低いんですけど27度、今日はそこまでね暑くはないですけど、30度以下だったらね、やっぱ走りやすいんですけど、35度超えるともう、なんでバイク乗ってんだろうって思いますよね。今日ね、検温器とかも持ってきたんで、ちょっとどんぐらい体が冷えるのかっていうのをね、検証してみようと思います。体温測ってみたいと思います。まず首元ですね、 36.2。 あとは背中と胸に保冷剤を入れてみるんで、まあ、T シャツの上からなんですけど、胸の部分、まあ、36.1、 背中がね 36.4 ですね。まあ、多分風を受けてた分、やっぱ胸の部分は少し涼しいですね。今度ね、保冷剤入れて走ってみたいと思います。いや、いい感じで暑くなってきましたね。なので29度ぐらいで、こいつにちょっと保冷剤を仕込んでいこうと思います。で、これが今日持ってきた保冷剤、これは天下一品の保冷剤。これはね、10月1日天一の日にくじで当たった保冷剤バッグですね。これがロゴスの保冷剤を、これがね 600g。 こいつをまずは胸、これ胸の部分に1個と、よし、これに1個で、あとこれ、ここ背中の部分ですね。これね、背中の部分が1200g もあるんですよ。これあっち、背中が熱い、あ、いったいった、よし、これで完了。で、こいつがですね、首にかける28度以下で凍るリング、もうこれで 2.4 キロ増えますからね。くそ重いけどすでに涼しい。すごいなこれ。
まな板ですね。走ってまた検温したいと思います。でこいつを首に巻いて、よし、これでちょっと一回行ってみたいと思います。あ、やべえやべえやべえ、いろいろ忘れてた、危ない。やこれねめっちゃ涼しい。胸と背中はね保冷剤なんで、まあ冷たいのは分かるんですけど、この首元ね全然冷えますね。これね一応今は多分凍結してる状態ではあるんですけど、やっぱこの首元、後頭部の首の付け根ですね、ここの部分が本当に涼しいんで、ここ冷やせるっていうのはかなり大きいですよね。背中はこれいいっすね。一応この保冷剤もね人肌に直でつけないでくださいとは書いてあったんですけど、凍傷になっちゃう危険性があるって。なんかね T シャツ1枚着てプロテクタージャケットの中に仕込んでるんで、もうほとんど直接みたいな感じですけど、てかね冷えすぎてね乳首が痛い。これめっちゃ立ってるやつだな。これがどんだけ持続できるか、タオルかなんか巻いてやんないと多分乳首取れます。これいい感じに硬くなってポロっていきそうな気がするんで、やばい、止まろう止まろう、マジ取れる。ちょっと乳首の温度だけ測ってみましょう。ローって出てるボディじゃダメなのか、体じゃ測れないから。こっちは物体の温度測るやつ、体と判断されてない。やば、20度。胸だけ外そうと思います。今ね胸の部分だけとりあえず外しました。僕の大切なお豆さんが亡くなってしまいそうだったんで、この首元のネッククールリングと背中だけ入ってます。今ねもうかれこれ2時間以上走って、どうでしょう、首は 36.1、 背中が背中 32.5、 かなり冷えてますね。でね背中に入ってたのがこれですね。周りが溶けてきてるんですけどまだ冷たいん、14度ですね。これが背中周りですね。胸の部分はちょっと冷たすぎるんであれですけど、これすごくいいですね。触るとひんやりはします。走ってる時ね風浴びると涼しいんですよね。これ本当おすすめですね。気になった人はねこれだけでもしてみると全然違うと思います。じゃあこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。